皆さんどうもこんにちは、あやおです。はいはい、今回はですね、タイトルにもありますようにビリビリパーティーということでね、フルフルの弓を、今回は使用していきたいなと思います。じゃあまずフルフルのね弓のスペックの方をねちょっと見ていきたいなと思います。はい、フルフルの弓フルネイルカイルということで、レア度は4、攻撃力は160、雷属性は24、配信率、防御力ボーナスはなしで、スロットは中ソロが1つはめられますよと。ため攻撃は解放込みでレベル4、拡散レベル4が打てるようになりますよということで、攻撃力はすごい低いんですけど、スロット待って、ため攻撃もね、癖がなくて、結構扱いやすい弓なんじゃないかなと思います。百竜スロットは私、攻撃力強化4を入れております。まあね、雷属性強化入れてもいいけど、まあ攻撃力強化かな、多分攻撃力強化が結構安定じゃないかなと思います。ここはね皆さんのお任せで、はい、あの好きな方をつけていただければいいのかなと思います。はい、こちらは装填可能な瓶がこちらになります。はい、接撃強撃麻痺瓶睡眠瓶プラスマークがついてるので強化ということで、まあとはいうもののね、称号分を持っていかなければいくら強化とて2回麻痺ることはあまりないから、まあここはねあまり気にしなくていいんじゃないかなと思います。はい、こちらがスキルになっております。体術超会心弱点特攻雷属性強化レベル3、三段拡散や強化レベル3、会心撃属性レベル2、スタミナ急速回復レベル2、装填速度レベル2、弓食べ段階解放レベル1とで、回避性能はおまけでついております。まあ、覚えている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですけど、この装備実は前回紹介した属性ぶっぱ拡散弓装備をですね丸々使用しています。はい、武器スロにね中ソロが入るんで、私はねそこに超会心を入れております。はい、なので装備の詳細だったり、使用している護石とかは前回ね紹介した動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらをご覧いただけたらいいのかなと思います。こうやってねちゃんと自分の動画を宣伝していく、はい宣伝っていうとちょっとあれですけど、はい、それでは今回はこの超ビリビリ弓フルフルの弓を使用して一狩り行っていきたいなと思います。それでは一狩り行こうぜ、レッツゴー。はい、やってきました。今回は主たま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 みつねでこの弓の実験をしていこうかなと思います。まあ、実験っていうかもうこのビリビリパーティーの餌食にね、なっていただこうかなと思います。はい、それではですねビリビリパーティースタートの前にちょっと競争効果、おお、いいねいいね、回心率もしっかりと上がっていく。でまた旅爆弾で猫ちゃんの士気をしっかりと上げて、それでは背中を、うわめっちゃ食らうやん、よいしょー、いやん、パクッ、 OK、 あ、これね、これはマジで危ない、 OK、 よしよしよし、まあ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 言うて、うわうわ、あーこのさ、名前忘れた、お前だ誰だお前、名前忘れちゃったよ、バギーだバギーバギー、オーケーオーケー、来た、ぐるぐる、うわこのぐるぐる攻撃久しぶり、できれば、あお前邪魔すんだ邪魔すんだ、オッケーオッケー、あーまあ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 、ダメージはまあまあ出てるんじゃないでしょうか。いやーここはいなせないでいく、まあまあとはいうもののダメージは結構出てるのではないでしょうか。上から上から襲撃して、上から襲撃、よし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 、上から上からで今度下下下下下下、よしよいしょ、危ない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 、オッケーオッケー、ここはヒデをしっかりと攻撃していって、もうボロボロになった、もうボロボロになった、オッケー、いやいやそこそっち向く、弱点をやっぱ敵に見せないという断固たる意志が玉見せをそっちに向かせてしまったようだ、オッケー、よしよしよし、いいねいいねいいね、いい感じじゃないですか、怒ったね、よしこれ冷静に
避けてこのまま、このまま、いいけー、決まっていく。111とか気持ちいい。痛い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 わ。クソ危ねえ、クソ危ねえ。ここ一回まひらせる？一丁。こっちに受ければ食らえません。よいしょ、危ない。オッケーオッケー、こうやってね、まひらせる時も、あれ、まひらしてね、幻覚？今俺、まひったような気がしたんですよ。そうやって遠くからさ、そうやって遠くから狙ってくるじゃん、いつも。よし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 、いいね。ナイスだ。誰かわからねえけど、犬ちゃん猫ちゃん、ナイス。さすが俺の相棒。これが私のありったけ。イヤホー、気をつけり。はい、図工って必殺の図工。いた、これイヤホー。もう一回、ほらほらほら、スタンも取りたいね、スタン。いやー、避けられないね。ここは避けられないでいく。危ないよ。クソ危ない、クソ危ない。ああ、クソ危ない、クソ危ない。クソ危ない、クソ危ない、クソ危ない。いやいやいや、これはまずいっす。これはまずい。いや、この鬼火、できれば使いたいな。オッケー、スタン取っていく。スタン、スタン取っていく。よしよし、気持ちいい気持ちいい。どうすか、このビリビリパーティーできてるね。ビリビリパーティーできてる。いやー、あ、これ、この立ち回りマジ下痢ですね。汚い汚いこと言っちゃった俺。よーし、尻尾も柔らかいからね、これいいね。尻尾も破壊していくよ。はい、怒り解除していく。またしっかりとそっち、いつもお前反対側ね、向くじゃん。たまにはさ、こっち向いてよ、ね、こっち向いてくれよね。気持ち悪い。おい、ほらほらほら、ビリビリパーティーだって。あ、ビリビリパーティー退場。おお、いいねいいね、このポルカドットのライト、いいじゃないですか。あー、ちょっと待って待って、どういうこと。あー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 、これ来た、これ来た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 来てしまった。でも俺は使わんぜ。俺はな、ビリビリパーティーにね、このビリビリパーティーにね、マガエマガドは呼んでないんだよ。お呼びじゃないんだ。帰ってくれ。な、俺、まひび、まひびんじゃない。おいおいおい、帰ってくれ。そして、おい、うわぁ、くそ、あぶく、あー、なんかやってる、なんかやってる、なんかやってる、あー、なんかやってる。おほほ、いやいや、これ危ないよ。近くに行って、できればここで鬼火ダウンをしっかりと取っていきたいなと、思いません、思います。OK、来たよ、鬼火ダウン来た。ありがとう。鬼火ダウンありがとう。さすが鬼火ダウン。俺大好きだ、鬼火ダウン。ここで。うわ、もう変なさ、よいしょ、危ない。 OK、 ここはしっかりと起きていく。ここはさ、一回睡眠眠らせるか。どこ行った、どこ行った。うわ、ナイスさ、気づいたらもう倒れてる。おい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 、脅していく。さすがじゃない、さすがなんじゃない。うわ、睡眠のね、出番がないな。睡眠の出番は今回はなしということで、このままね、もう畳んでいこうかなと思います。おらよ、こーい、誰か助けて。いやいやいや、ここで死んだらマジで。ちょっと万華鏡、車輪が危ない危ない危ない、クソ危ない。ふう、
うわらわらわら、俺が全部その泡全部俺が破壊してやる。はい、2回目のスタソしっかりと決めて、ここはね、あっちょっと待って、かけるしなかった。爆弾で倒そうかと思ったのに、お疲れ様でした。と見て見て、このさ、弓を閉じた時のこのフルフルのなんか笑み、うわー怖いね。どれどれ、うわ怖怖怖いわ。もうこのね、めちゃくちゃ奇妙なこのフルフルの弓、名前はなんだっけ、フルネイルカイルね。この弓でぜひね、ビリビリパーティー、うん、してみてはいかがでしょうか。まあ、今回は属性回心はそこまで上げてないから、超ビリビリパーティーっていうよりかはなっていうね、感じではなかったですけど、まあ、それでもね、主玉ミスね5分死んで、倒せたので、まあまあ強いんじゃないかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。あやおでした。またねー。